どうも皆さん、一流サンダードラゴン研究家のリュウです。さあ本日なんですが、サンダードラゴンデッキをご紹介していきたいと思います。帰ってきましたね。まあ、以前もね、あのレビオニア使ったあの円形のデッキをご紹介させていただきましたけども、本日は黄金質型、楽しい、強い、これあのメンバーにね、あのディスコードのメンバーに使っていただいたんですが、デュエル研究普通になれましたっていうご報告を受けておりますので、強いと思います、非常にね。で、雷電流が帰ってきてリミット3だったんですけども、リミット0になったので、まあ、リミット2が黄金質になっちゃうんでね、あのエネコンとか、援軍とかは詰めないんですけども、やっぱね、黄金質は1枚で初動になるんで、サンダードローンの場合は、ね、これが強いですね、非常にね。で、ギミックとしては昔のサンダードラゴンとほとんど同じなんじゃないかな。多分こんな感じだったと思うんですよね、おそらく。初動が、ここの獣か、もしくは、黄金質、まあ、もしくは、この雷電と鳥か、どうだろうな、まあ、70% くらいですかね、初動動けるの。70-80ないと思うな、多分。で、まあ、要はちょっと事故るんですけども、まあ、回った時の爆発力がすごいので、サンダードラゴンは。なので、まあ、使っていただければ、まあ、回し方なんとなく分かってくるんじゃないかなというふうに思ってます。で、バルブレブ強いと思うわ。チューナー多分ね、いろんなチューナーいると思うんですよ。例えばレベルコピーにして最高ウィルダー入れたりとか、あとまあゾンビキャリア入れたりとか、まあ、いくつかその方法っていうのはあるんです。ジェットシンクとか方法あるんですけど、やっぱり、ね、一番強いと思う、バリブが。これ正直デュエル中に1回の効果なので、今回、まあ、1回使ったら死ぬんですけど、やっぱね、そうは言ってもね、1枚引いたら強いじゃん、このカード。1枚引いたら強いカードってもう算積みしていいと思うんだよね。で、2枚目使ったら普通にチューナーとして使えばいいし、やっぱね、1回で2回使える効果、そして墓地肥やせる効果も強いから、バルブは俺3積みでいいと思う。で、防御札なんだけど、防御札は、クリボールかな、やっぱり。昔のインチキドローがあった頃はね、ここ、なんだっけ、なんか特殊、手札から特殊ができるやつ、アーティファクトのやつ、あれにしてたんですけども、やっぱり、ね、結局ね、インチキドローがなくなっちゃったんで、あんま意味なくて、それ。なんで、もう普通に本当シンプルにモンスター守れる可能性があるクリボールでいいかなと。いや、未属性だから、普通に雷合のコストになるしね。で、雷合流がね、2枚入れといた方が強い場面が結構多くて、これなんでかっていうと、初手に引きたいっていうことプラス、雷合流 2体出すっていうこともできるんですよ。まあ、要は1体を取り出して、1体は普通に除外して出すっていうことなんだけども、こういうことができるんで、多分ね、普通にね、雷合流2枚の方が強いと思うわ。やってる思った。で、あと説明するところはシンクロモンスターか。この辺のモンスターはもう臨機応変に、まあ、自分のその、まあ、こういうのを入れたら強いんじゃないかっていうのを入れてもらえばいいんだけど、まあ、要は7か、ここの組み合わせの7か、ここの組み合わせの6か、あ、まあ、ここの組み合わせの 5もいけると思うけど、あとここの組み合わせの8、9あたりが一番いいかな。まあ、6、7、9がメインになってくるとは思います。多分ね。はい。早速ですね、やっていきましょう。強いです。サータドラゴン、帰ってきてくれました。あとは超雷竜を待つだけです。こんなモンスター来たら終わるけどね。スタンバイ。サンダードラゴンってさ、遊戯王してる感めちゃくちゃあるよな。俺このデッキすごい、やっぱいいデッキだと思うわ。サンダードラゴンっていうデッキ、サルファフナー効果 OK。 クリストロンはね、ブラックローズが通るかどうかみたいなとこあるんですよね。ブラックローズドラゴンの効果で全部っぱして、でそっからワンキリまで持っていければ、まあなんとかなるかなっていう。やっぱり、ね、そういう風に考えていくと、やっぱバルブは強いね。バルブは本当に強い。だこれは結構ハンド的には結構いいと思う。黄金質で、雷獣からの雷獣で、バルブからブラックローズ飛ばして、で全部っ破した後に、もう一回展開し直せると思うから、多分だからそれは結構強いと思う。 OK 了解。だから召喚剣はこれ獣にされちゃダメなんだよな。まず黄金質の効果を発動。さあ封印の黄金質の効果、雷獣竜をゲームから除外していくことによって6か。まあでもしょうがないですね、これ。雷獣竜で雷獣竜出すしかブラックロードを出す手段はないので、まあ、とりあえず1回こうかな。そうだね、で光、まあ、鳥と雷合竜がいるのは結構いいことだね。で、まあ本当はね、ライデンがいてくれると嬉しかったんだけど、さあここでまずはブラックローズで様子伺おう。でこれでシンクロ召喚したところで、まあ、そんなに、まああれかデストロイサムライ出てくるな。デストロイサムライと
なんか適当なモンスター出てくるぐらいだから、まあ、デストロイサムライやったら勝利できるんで、多分大丈夫ですね。まあ、戦闘で突破できるし、これで、7ですね。7シンクロ、デストロイサムライが出てくる。で、全部突破する。で、デストロイサムライが戻ってくる。はい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 。で、こっからだな、問題は。問題こっからだ。雷獣竜、雷鳥竜サンダードラゴンの効果で除外からサンダードラゴンを戻して、傷なんでね、戦闘でも突破できるんですけど、まあ、でもそうは言ってもシンクロモンスター出しておいた方がいいかな。多分サイフレームちょっと強そうですね。サイフレームはちょっと強そうで、バルブ効果使いましょう。で、バルブ効果使ってバルブ沸かして、やっぱバルブってやっぱめちゃくちゃ強いな。これやっぱ2回分の中乱になれるってやっぱ相当強いんでね。で、こうですね。まあ、ドラゴンバーミリオンはあんまり意味ないんで、デストロイサムライお相手らしいのがうまかった。ただし普通にシンプルにスキル発動して絆の力で抜いていく。さあこれが絆パワーバトル。いやー、ただこれ返せるか相手も言うて。で、サンダードラゴン効果、除外すんのは何でもいいな。バルブ除外してもう一回持ってくるっていう間な。除外して、で、これで雷鳥竜持ってきといて、で、次何もされなければトップバルブ持ってくるってことができるんで、それはちょっと強そうですね。さあどうする、さあどうする。こっからでも返せそうなんだよな。なんかクリストロンって結構ハンド決まってると、いや結構リソースは削ったんでね、意外ともう結構リソースはないと思う。ライフチャージ OK、ローズニクス、デストロイサムライ、インパクトしかないから相手の墓地は。だからサルバファナーとかいないから多分ね、そんなにねチューナーとか展開できる。よし、オッケー、楽しい。これがサンダードラゴンですよ皆さん。さあお相手の方、タクマッチか。まあハンド悪くないですね、ハンド悪くない。チューナーができれば、まあバルブはね引いておきたいなっていう。援軍型じゃなくて今回黄金筆型なんで、援軍でバルブ落とすっていうね、ことができない。うわ、一撃必殺侍強え。一撃必殺侍はマジで強い。あいつはコインがもう無限に当てると無限に戦闘では破壊できないっていうね、そういうモンスターなんですが、チューナーが引きたかった人生でした。これでもさ、カップオベース引かれて2ドローされるの一番きついからさ、これもう全部消費しに行った方がいいと思うんだよね、これ相手のコインを。で、多分ワンキルないから、雷電流効果ちょっとね、チューナー引けないとあのモンスター勝利できないんですよね。サンタドラゴンのメインギミックに破壊されないとかいう効果ないので、あんまり基本的には。でだでだ、雷鳥で、雷獣からのこうよ、でこうこうこうして、でこれでコイン全部使わせよう。コイン全部使わせて、カップオブシーでも表かが出るかどうか確定してこない状態にしとかないと、ちょ、カップオブ強すぎるから、OK。で、多分これワンキルされないんだよ、このデッキ。多分ワンキルされない。これ取りでもいいけどな。まあ、一応ライダーにしよっか。で、これもう一回いこう。これ全部使うしかないじゃん、相手。全部使うしかない。まあ、使うしかない。まあ、使ってこない可能性もあるけど、でも結局表出ちゃうから使う使わない関係ないか、スキルは。で、必殺アメラ表、オッケー。で、雷獣流効果、次雷鳥でいいか。雷鳥だね。もう一回展開できるように雷鳥だね。もうトリトリでゴリ押ししていけばいいから、あとは。で、これも殴っていいと思うんだよね。いやー、カップオベース引かれて2ドルが本当一番くだらないから、あのカードなんである、強力技もなんでお前だけ使えるんだって話じゃん。でもこれを殴っといてよくて、オッケー、いい、もうこれはこれでいい。で、多分ワンキルないから、このデッキ。バックないのは、まあありがたいですね。一撃必殺ザムネが強すぎて、ほんと無限に突破できないっていう。チューナーがね、いれば一発で、今の多分ワンキルなんですけども、ほとんど。ワンキルはないか。黄金筆ないから。展開できないから。でもワンキルあるな、全然。ワンキルあるわ。今の雷電流から入ってるから、チューナー引き出ればワンキルでしたね、多分。で、はい、オッケー。全然いい。もうそれは全然いい。で、そこで止まるでしょ。そのデッキ。あ、セットあんの。セットあんのか。なるほど。バトルフェイズ、OK。それも OK。これはライデン使っとこう。黄金筆で、ライデン除外し
して持ってきたいからないから、雷電流でこれデッキ圧縮しといて、でこれトップバルブ、トップバルブが欲しい、頼む。結構圧縮した。あー来ないか。でもクリボールはまあ悪くない。しょうがないですね。まあ、3体展開して、あのやべえモンスターをぶち殺しに行くしかないか。ここの獣召喚で、ここの獣効果で、いやさすがに、さすが、うわーマジか。まあ摂理、まあしょうがないね、摂理はしょうがない。オッケーで、ツインバレル、いやあの手札1枚多分さすがに多分モンスターだと思うんで、デスペラーだと思うんですよね。で雷電流の効果で一応ここの獣の効果は発動していいのか。除外ゾーンから回収、ああいいね、これはいいね。でもう一回鳥持ってきとくか。鳥持ってきといて、で雷電流効果使って、これ雷号でいいですね、雷号でいいですね。雷号2体立てていきましょうか。で鳥効果使う。で雷号、雷号、雷号はさすがに強くない、さすがにこっち強いでしょ。っていうかでもちょっと待ってね、これね、表とかこれまた餌食必殺剤を効果当てられるとかなりきついんでね、これはもう行くしかないんだけど、ちょ中内引けてないから一生、ちょ頼む、マジでもう勘弁して、ちょやめろやめろ、うらうらうら、ふざけんなよ、頼む頼む、マジでマジでマジで、ちょほんとにそのチート効果やめて、よっしゃ、危ねー、あぶねー、オッケーオッケーオッケー。まあでもこれだったらまだセーフじゃない。で多分ね、俺読み通りだとあれ多分デスペラードだから、あれデスペラードなんですよね。だから多分まあこれおそらくですけど、デスペラード、多分ボムスパイラー効果使ってデスペラード出してきて、で誰叩くでしょこれ多分。でクリーボール投げる、オッケー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 、そこはいい、オッケー把握、大丈夫、こっちだ、鳥がいる、オッケー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 、リボルバーもオッケー、リボルバーもオッケー。でこれライジールでまた雷号をサーチ、それはもうクリボールめちゃくちゃめちゃくちゃ頑張ってんだ俺、めちゃくちゃ頑張ってる。オッケーオッケーオッケー、チューナーってか一生チューナー怖いんだわ。まずは雷重流効果でこれで雷号をサーチしてきて、で鳥効果使ってもう一回雷号出していこう。もう無限雷号よ、これはもう無限雷号で、こうでしょ、でもう一回雷号出して、これで表が2回出るよな運命力持ってるやつにはもうほんとブロック、さすがに消化しないもんだ。でこれ膝の力使っていく、ちょっと頼むマジで通してくれ、頼む頼む、裏全部裏全部裏、よし1枚 OK、 1枚 OK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 、 突破した、クソアブレード、めちゃくちゃいい試合だなこれ、めちゃくちゃいい試合だ。でデスペラード効果使う、 OK。 でコイントス、まあミスジャッチ OK、 ミスジャッチあんま関係ないね、ミスジャッチはあんまり関係ない、もう表出ないからカップオブエース引いても、これ人格でカップオブエース引かれて2枚ドローとかされたら、それはそれでまた何あのブロックまであるけど、ちょっともう勘弁してお願いします、お母さん助けてください。こんな、なんでこんなに苦戦するんだ、どこ行ったバルブは、うちのバルブちゃんどこ行った。セットセット OK で雷合流効果使う、でクリボール戻すか、クリボール戻していいな、クリボール戻しなんじゃないか、まあ、鳥戻しもあるけどな、これ雷獣戻しの方が強いか、雷獣戻しの方が強い、あ魂なんかすげえ疲れたわこのデュエル。さあこれはまあ、まあそこ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 でもねえか、でもそんなに強くないな。アーティファクトロンギルス、えカードは除外できない、あそれやばいな、普通にドローフェイズロンゲヌスはちょっとやばいなちょっとやばいな、あれこれ何もできないな、タイムドだな、これはうまいな、これね結構ブラックフェザーとか相手には割とドローフェイズで打つ人いますよねという話、うわーそっちは除外すんのずるいじゃん、何これサンダードラゴン、これ何これ、うわーずるいよそれは、ふざけんなよ、ドローフェイズロンギとかいうさチート行為やめろよ。あーサンダードラゴン、まあそれはいいわ、それはいい、いやー終わった終わったちょやめろよ、ドローフェイズロンギルスとかいうさ裏技ちょっとやめてもらっていいですか、これは強すぎる、これは強すぎた、強すぎた、埋葬やばい、
ライデンに行こうか。あー、なるほどね。で、ライチョウ、あー、はい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 、ライチョウね。で、ライチョウからの、獣ね。いやー、これ強っ。ちょ、俺もドローフェイズ論議しようかな。まあ、サンダードラゴン環境じゃねえから、別にそんなにだけど。でもね、言うてね、これ、自分止められるのちょっと強いんだよね。いやー、これ強っ。これあれだわ。ミラー戦だったらサイドからロンギヌス詰めやつだわ、これ。で、先行ロンギヌス。対戦、ありがとうございました。